はい、どうもつけ麺ズーン伊藤阿部ちゃん、はい、はい、今日は、はい、吉祥寺の井の頭公園に来ております。デートスポットですね。そうそう、はい、で、ここの井の頭公園といえば、はい、こちらのアヒルボート。おー、これね、これ今日はまあこれにただただ乗るという企画です。そう、新しい企画です、ね、うん、新企画です。そう、乗る食べるじゃなくて乗るそれでは行ってきましょう。はい、つけ麺ズ。はい、しょうちゃんが聞こえてます。これ絶対もう戻れないです。戻り方わかんないんで一通り越えてるだけ。こっち、やばいこっち、こっち、こうか、こうか、はい、方向転換。いいね、それになるよ、これ。おなんか後ろからすごい押されてる。おすごいすごいすごい、なんかすごい押されてる。あ、アメンボだ。すげえ、東京で初めて見ました、アメンボ。はい、ここは吉祥寺のね、井の頭公園のこのボードね、アヒルボートこれは何でしたっけ。ロードボートアヒルボート2人用だったから、これが3人用で、はい、アヒルボートの方がなんか怖くなくていいっすよね。あ、掴んだ。はい、すごい、あの水草がすごい絡んでるよね。なんか怖い。これあのやばい、あれ、ちょっとやめて、ちょっとマジでドボンしますから、マジ。阿部ちゃんが焦らして、翔ちゃんがマジやばい、無理面白いよ。モーター、いいね、モーターしろ、モーター、阿部モーター。はい、アベも落ちる、これだ、無理伊沢さん、わかりますよ。これあ、じゃあここ行ってみてよ、こげるよ。あ、オッケー、じゃあここから、ここは、はい、おお、いいね。なんか生き物とかそんなにいないね。いないですね。だいぶ上手ですね。やったことあるんですか。小さい頃になんかあるわ。へー、すげー。はい、はい、ちょっとね、うわ、やばい無理だ、無理だよ。そうそう、これちょっと重心をね、真ん中に保たなあかんから、ちょっと3人並ぶことできないんですけど、一応な、あのタピオカを買ってきまして、コンマティっていう店か、はい、っていうところでタピオカを買ってきまして、3人とも、はい、初のボートの上で商品紹介。そうそう、なんか3人揃って撮りたかってんけどな、ちょっとバランスが悪いんで、こんな感じでめちゃくちゃ奥行き、阿部ちゃんが真後ろで、じゃあもうこれこっから動けないもんな。やばい。これがあのなんか一番オーソドックスなんですかね、黒糖ラテ、はい、黒糖ラテ、こんぐらい焦げてます。おー、美味しそう。じゃあいただきます。後ろでめっちゃ子供が、うん、これめっちゃ面白いね、アブちゃんが後ろで真後ろでタピオカを持って控え待機してるっていうね。ミルク感もすごくて、黒糖もすごいガーってくるんですけど、上のこんがり焦げたところがサクサクして、あ、なんか揺らしてあかんで、おいしい。タピオカももっちもち、うわ、ぶんぶんぶん、うん、おいしい、おいしい。新感覚、サクサクします。おいしい。サクサクするんだ、はい、上のこんがりしてるってこと。あ、なるほどね。透明の翔ちゃんの肩からひょっこり話してる。これあの、なんだっけ、宇治抹茶、はい、はいはいはい、よく混ぜてから飲んでって、これ混ぜます。うわ、後ろが来た、やばい やばい、前からも来た。やばい、います、ここにいます。じゃあ、はい、飲みます。はい。ああ、渋っ。めっちゃ渋抹茶。甘さ控えめにしたの。いや、
普通甘さ普通だけど、なんか甘さ5段階選べんねんな、うん、甘さなしから。そんな甘くない。結構大人の味ですか。渋い日本茶みたいな。タピオカは黒糖の味がついて美味しい。大きいやつですね。私は、はい、コンマ、やばい、コンマ、ちょっと待ってください。こいで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 じゃあ俺がやばい、ささこんでやばいやばいやばい、沈没する沈没する。じゃあタイタニックは氷山に当たって沈没したからね、タイタニック。やばい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 、タイタニックと同じ場所になるよ。ぶつかった。当たったらこれで押せるから、これ木をほらほら。ああなるほど。こうやって、ほら、これでエンジンつけるというか。エンジン？ターボ。助走をつけるね、これで。あなるほどね。木で、そうそうそう、押して、ほら、これこう押して、ほら。おおお。いただきます。はい。コマブレンド。コマ VR ブレンド。VR ブレンド。いただきます。はい。あっさりしてて美味しいわ。あっさりしてて美味しい。得意だよね。いや。あ、これ美味しいな。飲みやすくてそんなに甘さ控えめで。甘さは普通にしましたか。うん。氷も量を選べて。うん。一番その多くしてもらって。めっちゃ冷えて美味しいです。おお。ボートの上で飲むやったらこれが一番いいかもしれない。他の飲んでないのに。多分ボートの上ではこれがおすすめです。コンマブレンド、ロイヤルブレンド。ちょっと酔ってきました俺。嘘、船酔いする人、はい、多分船なんて乗った時ないんで、人生で。そんな車酔いする。車酔いはしません。じゃあ大丈夫、酔ってきたって言ってるから。そう言ってんのに。大丈夫だって。つけ麺ズ。今翔ちゃんが他の人の漕ぎ方を見て学んでます。おお、つかんだ。おお、金槌や。金槌。どうしたの、彼女とデートできた。それまでめちゃくちゃかっこよかったのに、船焦がしたらめちゃくちゃかっこ悪いっていう。あの人こうやってたのに。おまかじいっぱい。そうそうそう。おお、いいよ。もうだけど。そう、赤ちゃんの方が早いかもしれない。おお、いいよ。いいよ。おお、海賊王や。海賊王。ボートで海賊王や。あー、やばい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 。敵だ敵だ敵だ。大砲大砲。やばい。やばいやばい、また来た。その手は、その手は。こちらに曲がります。こっちに曲がります。あ、やばい、やばいやばい、敵がいっぱいおる。海賊がいっぱいおるぞ、周りに。スケメン海賊団。スケメン海賊団。うっせぇ。スケメン海賊団が帰りたい。帰りたいのに帰れない。そんじゃあ船長交代しようか。はい、お願いします。磯船長。磯船長、磯船長いきます。はい。料金はいくら。懸賞金1億5千万ベリー。おお、ルフィと昔のルフィと同じです。ルフィとブルーみたいな。お、上手っすね。スイスイって進みます。え、さあ、こっちに。はい、あっちに帰りたいです。こっちを。危ない危ない。こういう意地悪するの大好きだから。
一番最初に死ぬタイプですよ、そういう人はね。映画で映画では一番先に死ぬ。意地悪、それはゾンビ映画だったら最初にゾンビ行くわ。そうこれ降りる時も大変ですよね。降りる時怖くない？怖いっすね。まあ、荷物さえその、そうですね、守れれば、逆に開ければ、はい、もう何でもいい。逆に動画的にも誰か一人落ちた方が、そう、誰が落ちる？リーダーリーダー、そういうのはリーダーリーダー、危ないから気をつけて。リーダー、ほんと落ちちゃダメですよ。落ちちゃダメだよ、危ないから気をつけて。そんな風にもらった芸人じゃない芸人じゃないかな。芸人やったら落ちなあかん。あそこに向かえばいいんかな。そうです、ここでしょ。あそこの停留場ですか。あ、生き残ったのない。生き残った離陸チケットは一緒ですか。どうだった、怖かった。怖かったです。揺らすやつ怖かったです。陸が一番ですね。やっぱ陸がね、やっぱ足ついてないと。ふわふわしちゃうから。いや、楽しかったな。次は阿部ちゃんに来いでもらって、今度はあれね、アヒルボートだね。はい、この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。 Twitter と Instagram のフォローもお願いします。バイバイ、バイバイ。でもこの吉祥寺のボートカップルで乗ると別れるらしいですよ。らしいよね。はい。あ、そうなん。はい。乗ったことある？ないです